じゃがサニーの頑張ります。じゃがサニーの頑張ります。イエーイ。どうも皆さんこんにちは、じゃが横田です。こんにちは、サリーです。いやもう皆さんで、あのですね昨日私の周年の大会が後楽園ホールであったんですよ、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。本当にサリーにも参戦していただいて本当に盛り上がった大会だったんですよ。もう本当素晴らしい大会でした。本当に本当にもう選手も しっかりですけど、スタッフも本当に、今回はですね、あのオズアカデミーが、あの協力していただいての大会になったんですけど、H115 と言いまして、私は尾崎真由美選手と、2人足して115歳っていうチームを組んでるんですね。それの、大会でもあったので名誉を2人で務めさせてもらったんですが、セミでは、はい、サリーがアジャコングと組みまして、はい、相手は優と水波。もうその選手もすごいいいんですよ。まあもちろん私が選んだ選手ですから、はい、みんな粒揃いで1試合目から、全5試合だったんですけど、男子が2試合目に入って、もう本当に全部の試合が面白かったって。あ、すごい。大体外れる試合があるんですよ、1個や2個。そうですね、はい、外れるっていうか、まあ調子悪いとかありますから、その中で全部の試合があってみんな言ってくれたの。すごいです、ね、一部始終私見れてるわけではないんですけど、うん、後でまたゆっくり見させてもらいますけれど、本当に嬉しいと思います。だってあの木の下が、はい、まあ主催ではあるんだけれど、はい、あの本当にもう今日5分ぐらいしか会ってないの。あ、そうなんですね。帰ってきたら寝てるし、はい、私ほらあの司令とちょっとご飯食べてきたから、はい、で帰って、うん、来て寝てたので、うん、今日は朝起きたら仕事行って、はい、一度帰ってきてるのよ。あ、そうなんですね。その間のやつが起きてゆっくりシャワー浴びて、はい、出てきたとこに帰ってきて、はい、で5分ぐらい昨日の話をしたんだけど、本当にいい試合だったって。あ、もう本当はあいつはお世辞を言わないので、うん、だからそういう意味で本当1本目からメインまで本当面白かったよと。あ、よかった。こんな大会ないでしょって言ってた。それはすごい、先生が言ってくださるのは、まあ自分が主催っていうのもあるんだろうけどなるほど、うん、あと自分主催で、はい、あと JJ が、はい、まあ、プロデュースということ で、ね、バトルロイヤルも盛り上がったようなので、はい、そう、自分見れなかったので、うん、バトルロイヤルとかは普通難しいじゃん、バトルって。そうですよね。なんだけどあれがタイトルマッチになったので、うん、昨日から、はい、なのでその初代のチャンピオンがベルトができたってことなんですか。なのでそれはすごい。10人で秋野さんが取ったんだね。初代ですよね。よかった、本当に。まあキャリアでは一番上なので。あ、そうですね、キャリアが一番上だって勝てるとは限らないのであれば。そうですよね、特にあのゲーム形式の試合になってくると、うん、あのやっぱり運とタイミングがあるのでね、はい、最後まで残って勝てないのも悔しいけど、意外と難しいよね。そうですね、うん、すごい全試合盛り上がって、本当全試合がね、本当一人ずつが頑張ってくれたので本当に最高の試合になりました。はい、また来年の夏周年やりたいと思いますので、またよろしくお願いします。お願いします。次49周年ですよね。今度49年だね。あ、すごいですね。50周年ぐらいまでは戦えたらいいなと思うんだけどね。すごい。大きな怪我をしたらもうできなくなってしまうので、今のところ怪我はないんだけど、わ、うん、からないのでね。やっぱ例えば膝やって1年手術して1年というふうになっちゃうと、なかなか戻すのが大変なんだよ、うん、ね、私ぐらいになっちゃうと。若い人はそこが違うところなので、怪我をしないように、でもギリギリの線まで頑張るっていうのが私の戦いなので、はい、また来年ありますので、ぜひ、見に来ていただければと思います。とはいえサリーはもうでも本当に興行が多いんですよ。サリーサリーズム。そうです、はい。なのでちょっと言っちゃっても、あ、ありがとうございます。7月29日に、うん、サリーズムチャプター
4ですかねをやらせていただきます。いや4回目なの。4回目で、はい、それがもう毎回満席なので、あのチケット本当早く取らないと。まだ残ってるの？はい、まだ残ってます。ちょっともうカードももう少しで発表します。ちょっとしか残ってないから急いで。サリーの不安は、ありがとうございます、ね、本当素晴らしい。毎回毎回本当にたくさんのね。でまた年齢層がちょっと高いやす、あ、若いので、はい、若い子もいっぱい出るので、はい、これまた明るい。みんな伸び盛りの、伸びて伸び終わったのは私ぐらいで、伸びてる選手ばっかり来ますから。ジャガーさんにも参戦していただきます、ね、本当にいつも呼んでいただいてありがとうございます。私も参戦させていただきますので、ぜひサリー応援に来てください。ありがとうございます、ね、素晴らしい試合だからね。いやもう、うん、ね、本当昨日も頑張ってくれて。どうだった？アジャと組んで。あ、アジャさんと組んで、ね、なんて本当なかなかないので、うんうんうん、やっぱ若手の時にすごいやっぱ流血戦だったり、うんうん、すごいやっぱボコボコにやられてきて、うん、でもそれがあったからこそやっぱ今があるし、うん、強くなれたと思って感謝ももちろんあるので、うん、でもやっぱちょっと怖かったです。隣に立ってても緊張感がすごいありましたね、うん、そっか、それいい。でもそれいい緊張感で、いい、ね、うんうん、はい、今やっぱなかなか外に出て試合してても、そうだよね、うん、そういうのってなかなかないので、うん、こういう大先輩の方たちと、ね、ありがとうございます。なのでやっぱすごく懐かしい感じもありつつ、そうだよね、はい、あ、じゃあもう本当に素晴らしい私の教え子の一人なので、うん、はい、いや本当にあのいろんな戦いをして、本当彼女もまあフリーで今やってるけど、はい、すっごいバリダコでいろんなとこ出てるもんね。そうですね、すごいよね。すごいです、はい、うん、それすごい忙しい中でね、私の大会も出てくれて嬉しいなと思うんだけど、やっぱ一番は一人ずつが自分の、はい、なんていうのかな、試合スタイルをね、はい、どういう形でもいいから表すっていうことなんだよね。そうですね、はい、顔が違うようにプロレスも違うので、はい、やっぱそれ目立とうとしすぎても無理なんで、うん、やっぱりでも一人ずつがいろんな形で見せてくれて、お客さんが喜んでくれたってことなんで、はい、プロレスファンがやっぱり私のファンだけではなくてプロレスファンが集まってくれるので、はい、すごいじっくり見てくれたみたいで、あ、それを褒められたってことが本当 何よりも嬉しくて、私はね、はい、うん、宇田川さん の, あのメインでの最後 の, あの決め技が、うん、あの裏勘のリバース、 あ, ーあれすごい吹き切らなっていう、ね、ふぶきらなって多分いう名前なのかな。え、ジャガーさん初めてやられたんですかね。いやでも2回あ、前も決まった気がするんだよね。あーすごい、うん、やっぱなんか本当新技じゃないですけど、そういう挑戦っていうのをジャガーさんって常にされるじゃないですか、うん、なんかそこがもう本当すごいなって思います、うん、まあでももう体がないのでやっぱりやられてて、はい、サリーは小さくても力あるんだけど、私力ないので、いやっぱりやられてるところでどこで切り返すかってことをやっぱり考えなきゃいけないので、そういうところだと思うんだよね。勝ったです、すごかったです、本当に見てた、見てました、前の試合なのにね。前の試合なので途中からしか見えなかったんですけど、ああ最後はあの、うん、ちゃんと見てました。 あ, ありがとう、いやさすがだなと思いました本当に、ね、ありがとうありがとう、本当にみんながね、はい、盛り上げてくれて温めてくれて、麺がやっぱそのまま温まったまんまでできたからだと思うんだよね。本当感謝の、本当に感謝しかありません。かっこよかったです、ジャガーさん、やっぱり、はい、ありがとう、本当にありがとうございます。ということで、はい、今回はですね、たくさんコメント来てるんですよ、たくさん来てます、先に来てるので、はい、ちょっと紹介させてください。はい、ありがとうございます。まずミヤムさんですね。ミヤムさん、ありがとうございます。昨日も来てくださってましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーちゃん、こんにちは。こんにちは。昨日はエイジ115の大会お疲れ様でした。お疲れ様です。サリーちゃんの試合もジャガーさんの試合もカードがすごくて、遠征をしてでも会場で応援した甲斐があったなと思えるほどに熱い時間を過ごせました。女子プロレス最高です。この後も放送楽しく聞いています。ありがとうございます。遠いところ来てくれたんだね。そうなんです、ね、関西の方に多分住まれてて、よく、はい、わざわざありがとうございま す, います。本当にね、応援に来ていただいたおかげで盛り上がりましたから、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだあります、はい、どんどん行っちゃって大丈夫ですかね。お願いします、はい。ジェームズ横山さん。ジェームズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。
昨日エイジ115訓練見に行ってきました。おー、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ジャガーさん結婚20周年おめでとうございます。そちらまでありがとうございます。昨日いただいた指はこれなんですよ。え、そうなんですか。あ、すごい、リング上で、リング上でくれて、うわー、すごい、素晴らしい。いや、これちょっとダイヤがかっこいい、まあ、入っててすごい綺麗で、はい、ね、有名なヴィトンのブランドなので、あ、そうなんです。このダイヤとか18金以上に高いと思うんだよね、はい、ブランドが入ってるからね。すごいね、ありがたいね。多分かなり20周年ということで、はい、あれだと思う、一生懸命頑張ったんだと思う。一生懸命、はい、嬉しく思います。本当に、うちら夫婦もジャガーさんファミリーを 見習っております。ほう、妻は少林寺拳法の達人なので、たまに怒らせると裏剣が飛んでくることがあります。わかるわかる、それわかるわかる。だから木下先生のお気持ちが多少理解できます。勝手に仲良くやってください。ますますのご活躍を祈っております。あとジャガーさんのアクリルスタンドを妻にあげたら飛び上がって喜んでおりました。うん、今日買いありがとうございます。あの方が嬉しい、買いに来てくれて。あ、そうなんですか。あのアクリルスタンドはサリーが勧めてくれて、自分がジャガーさんにおすすめしたので、うん、皆さん本当買ってください、ね、ぜひ。ありがとうございます。サリーのおすすめで作りました、はいはい、もうありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。私にしたとちょっと若者っぽいなと思いながら。いや、そんなことないです。あのアクリルスタンドで、はい、あの取り外しが効いて、立てられるし、キーホルダーにもなるみたいな。なのでちょっと新しい、私には新しいものだと思います。集めてる方とかも多分いっぱいいるので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お買い求めください。ありがとうございます。そして、うん、ゆずさん、ゆずさん、ありがとうございます。ジャガーサリーの頑張ります。あ、ごめんなさい、ここじゃない、ここ間違えますから、間違えました、はい、たまには間違えなきゃ。すいません、昨日の訓練エイジ115、うん、お疲れ様でした、うん、お疲れ様でした。そしてジャガー横田選手結婚20周年おめでとうございます。ありがとうございます。お二人の幸せを心からお祈りしています。ありがとうございます。サリー選手へ、うん、サリーチャンネル YouTube の登録者数が5000人を超えましたね。おめでとうございます、うん、おめでとう、ありがとうございます。すごいな。先日、うん、配信したサリーズムチャプター2の振り返り見ました。うん、もう組むことが難しいタッグマッチ、現地で見れて本当に良かったです。あのカイリ選手と組んだやつですね。年中ね、組めるわけではないからね、団体も違うし、はい、うん、ありがとうございます。あ、じゃあどんどん行きます。はい、ロブコンさん、ロブコンさん、ありがとうございます。いつもロボコンだよ、ロボコン、ロボコン、あ、そう、ごめんなさい。ロボコンさん、ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。ジャガーさん、デビュー48周年と結婚20周年おめでとうございます。ありがとうございます。お二人とも昨日はお疲れ様でした。どうもお疲れ様です。23日に山形南陽でジャガーさんに会えるのを楽しみにしています、うん、ありがとうございます。暑い日が続きますので、体にはお二人とも気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。山形からいつも応援いただいてありがとうございます、ね、本当に23日もうすぐですね、うん、今週末、うん、あ、今週末です ね、 そうだよね、の日曜日ですかね。ジャガーさんにお会いできるの良かったですね。ありがとうございます、はい、待っております。ありがとうございます。待っててくださいか、これから待っててくださいね。もういっぱい届きますよ、いっぱい、すごいすごい。ヒデさんですね、うん、ありがとうございます。はい、ヒデさん、ジャガーさ さん、サリーさん、こんにちは。ヒデさん、昨日は48周年記念大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。お二人とも素晴らしい試合をありがとうございました。ありがとうございます、明日ももちろん観戦に行きます。明日ストロングですね、はい、2人ともまた出ます、はい、話し合ってるわけじゃないんですけど、はい、おねつくん出るときは本当嬉しいです。3日間連続でジャガーさんとお仕事を同じで、ね、本当嬉しいです、はい、今年はサリー選手の試合は全試合観戦に行っていましたが、お、素晴らしい、この前の京都行けなかったので解禁はなくなりましたが、うん、この先も全力で応援させていただきます。よろしくお願いします。本当素晴らしいね、本当に。はい、本当毎回来ていただいて、ね、ありがたいよね、本当に。ありがたいです、うん、本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。そして、うん、お食事男子さん、うん、お食事男子さんはこの間名古屋で初めて、うん、初めてなのかな、すいません、見に来てくださって、いつもジャガーさんのラジオ見てますって言ってくださったんです。ありがとうございます。ありがとうございます。お食事男子さん、お食事男子さんです。毎回コメントね、いただいて
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。16日マリーゴールド名古屋大会、サリーさんにお会いすることができました。ツーショットも撮れてとても満足です。放送中のサリーさんとリング上のサリーさんは同一人物ですか？会場では殺気を感じました。いや、別なんですよ。そうなんですよ。すこいつ意外とそうなんですよ。別でリングがあったらもっと変わりますよ、本当に。はい、同一人物です。本当これぐらいコロッと変わるから、だから魅力があるんだと思うんですよ。意外と私はずっとジャガーのことなんですよ。なんですけど、サリーはリングの上と下って笑顔も違う。いや、意識してないんですけど、怖いですよ。全部その自分なんです。でも、ね、はい、はい、いいと思う、それは。ありがとうございます。写真付きでありがとうございます。ありがとうございます。これも新しい。ありがとうございます。みっちゃんさん、みっちゃんさん、ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。先生のプレゼントいただいて嬉しそうなジャガーさん、幸せですね。はい、恥ずかしながら見ている私は涙してしまいました。 ありがとうございます。最高です。来年も楽しみにしていますが、ジャガーさん一日一日怪我がないように応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。これです、これです。本当にこれをいただきました。本当に素晴らしいです。本当に多分20、30年で生きてられるか分かんないですけど、これ20年で30年もっと大きいかな。30年。もう30年のこと考えてるか。30年のこと考えて怖い怖い。でコメント以上ですね。はい、とりあえず、はい、ありがとうございました。たくさんご覧いただいて、ジャガーさん本当結婚記念日もおめでとうございます。20周年 あの自分お花を今日ジャガーさんに持ってきたの、 あれちょっと今お渡ししてもいいですか？あの順番が違いますけど、順番が違います、すいません。あれを持って普通はですよね、スッと渡すと、ね、タイミングがどうしようと、すいません。なかなか出ねえしって思う。あれ出ないし、大丈夫、すいません。こんなところ可愛いんです。可愛いんですよ、本当に。ちょっと小さくてすいません。ありがとう。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、すいません。いや、私かすみ草が大好きなの。そうですよね、ジャガーさん。すいません、おめでとうございます。ありがとう、見てください、お花ね、花に葉っぱが、すいません。ねえ、かわいい。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにじゃちょっと、はい、ここに飾っとき、はい、ここで見てください、皆さんも、はい、ありがとう、ありがとうございます。いや、本当におめでとうございます。本当に記念のね、結婚に20周年、本当にすごい。ね、毎日喧嘩してますけどね。本当でもなんか温かいファミリー、大志くんも含め、ね、本当にありがたいです。いつもすごいなと思います。羨ましいです、ね、本当に一番の応援団なのかもしれないですよね、家族がね。いや、本当そうですね。共に戦って、やっぱ大志はもう生まれた時に私レスラーだから、はい、レスラーって試合現役でやってるから、うん、ずっと毛穴からプロレスを見てる感じなんだ、ね、そうですよね。だからもうじゃプロレスのジャガーのことはしかわからないんじゃない、うん、はい。で昨日も、うんうん、ジャガーさんすごいドッキリとかでもう顔真っ赤で現れてたじゃないですか、顔、うん、大志くん髪ももうなってる。本当ですね、染まっちゃった。綺麗な赤だと思ったら染まってるんですね。染まっちゃったんだよね。大志くんずっと隣でなんか手伝ってたじゃないですか。そうなのよ、そうなの。もうそれ見た時すごいな、立派だなと思いました、本当に。そう、あのずっとそばにいましたよね、木下とと帰ってんのに、はい、あの最後までいてくれた、最後まで荷物持って全部控え室から、うん、いや本当に、うん、ただね、あの大志くんは素晴らしいです。JJ からしてみれば、はい、今高校3年で、はい、来年あの大学アメリカに行ってしまうので、来年の記念試合には来れるかどうかがわからないっていうのがちょっとあるんだよね。あ、そうなんですね。来れるかもしれないし来れないかもしれないっていうことでは、うん、最後なのかな、なんとね、はい、思って、なるほど、っていうのがあるのかもしれないね。本当に昨日でもずっとジャガーさんについてましたよね、うん、売店のとこからもう、かわいいね、かわいいですね、本当。スーツ着てすごいかっこよくて、ね、髪もいやいやすごい良かったです。ロン毛でそっくりだよね、私ね。そっくりです、ジャガーさんにどんどん似てきます、ね、ちょっとした透明なそっくりだよね。はい、ね、長さとしてあんまり変わらないのね、うん、はい。いや確かにね、優しい、いい子な。いや本当に、もっとこれからね、優しくてもうちょっと女にモテたいみたいだよ。あ、そうなんですね。でも絶対モテると思います、ね、サリーボーともうちょっと近ければね。でも姑は私だよ、結婚して。あ、面白い。
ソジャガーさんだったらすごいいいなと思いますね怖いよねいや、うん、そんなもう優しいです本当に、いやあすみませんゼロさん、はい、ゼロさんありがとうございます。ありがとうございます、ジャガーさんサリーさん昨日は試合お疲れ様でした。お疲れ様でした、そしてジャガーさんデビュー48周年、結婚20周年おめでとうございます。ありがとうございます。昨日はジャガーさんファンの、うん、友人と観戦させて観戦に行かせていただきました。ありがとうございます。よろしく言ってくださいね、はい、これからもジャガーさん&エイジ115の活躍楽しみにしています。ありがとうございます、そしてサリーさんは7月13日のマリーゴールド両国大会でのジュリア戦を今から楽しみにしています、うん、これからも女子プロレス界を盛り上げてください。ありがとうございます。違う意味で盛り上げてる2人ですか違う意味でありがとうございます。うん、本当にありがとうございます。ファンあってのね、いや本当に応援してくださる方がいるから、もう今日コメント多い。今日はね、今日はすごいです、ね、はい、お食事男子さん2回目ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい花束、サリーさんのセンスの良さが光ります、うん、でしょ、かわいい、ありがとうございます。そしてジャガーさんによく似合うっていうか最近リング上での花束贈呈ってなくなりましたね。確かに少なくなったかも、ね、なんかむしゃくしゃ食べるボボブラジル選手好きだったんだけどな。あ、花もらったらむしゃむしゃ食べてたのかな。食べてた。ボボブラジルさんって、あ、そうなんですね、男子のレスラーの方で、食べてたんですか。なんか食べたとこまで見た時ないけど、ボボブラジルっていう選手がいたことはなんか覚えてる。あ、そうなんですね、食べる選手がいたの、すごい、うん、外国人の方だからね。あ、そうなんですね、うん、いや、まあパフォーマンスだよねやっぱりね、ある種の。そうですよね、女子も誰か食べれそうな人いそうだけどね。確かに面白いですね、うん、食べたら誰か誰が似合うから、誰だろう、似合うから やれと言っちゃってそうですね、うん、なんかいそうですね、ヒールの選手、なんかでかい選手とか、ね、外人さんとかやっぱり似合いそうですね。正規軍の人ちょっとね。そうですね、うん、ベビーフェイスの人はちょっと似合わないかな。似合わない、はい、あ、うん、この方だ。そう、これ花食べてるんだ。怖いでしょう。怖い、すぐよく出たね。さすがです、さすがですね。坊主たち可愛いね、いい子代できるなすごいね、本当だ、怖いね、来ただけで怖いですね。また大きいと思うよ、2メートルぐらいあるんじゃないの、すごいね。え、まあいろんな色のやっぱりレスラーがいたかもね、昔は特に。あ、なんか WWE にはミミズを食べる人がいました。本当ですよ。ミミズをいっぱいもバケツに入れてきて、うん、それを食べるんですよ。でだからうじゃうじゃもう落ちてるんですよ、リングに。いや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 。気持ち、それはさすがに無理です。その後リングにね。います、はい。やだ。潰れちゃったりしてるんですよ、もうみんな踏んで。そうだよね。はい、わあ、踏まれたミミズちゃんもかわいそうだけど。かわいそうです。はい。食べられるのと踏まれるのどっちがいい？ミミズに言われたらそういう運命なんだよいやー、いやー、踏まれる方、わかんないです。踏まれたら中途半端に半殺しで、いやです、中途半端に、ね、食べられちゃった方がいいんじゃない。あ、確かに、もう一発で食べてほしいです。でも食べても中で生きてっかもね。あー、そうですね。いやー、どっちも嫌だね。どっちも嫌ですね。ほんと土の中に逃げたい。はい、ね、本当に、もうコメントでだいぶ時間がもうすごい、本当すごいね。 ありがとうございます。いや、すごいすごい。あ、じゃあいきます。ラーメン、はい、ラーメン坊やさん、ラーメン坊やさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。ジャガーさんの家族ライブ楽しく拝見しております。 ありがとうございます。サリーさんを初めて京都大会に行ってお会いできました。撮影会も気さくでますますファンになりました、うん、ありがとうございます。お二人とも熱くなってきましたが、お体に気をつけてください。ありがとうございます。いや、来てくださいました、ね、ラーメン坊やさん。あ、名前で覚えてます。なんか、ね、はい、ポートレート書いてて忘れられない名前です。やっぱりそういうインパクト必要かもね。そうですね。あの、ただ長いのはやめてください、書くのちょっと確かに、ね、そうですね、覚えやすいのはいいんだけど、はい、長いのと、あと漢字の難しいやつ、あー、もうサリー余計書けないから。全然書けませんすいません、はい、ね、あ、もう一個、うん、もう一人、みっちゃんさん、はい、ありがとうございます。2回目だね。2回目ですね。ありがとうございます。ジャガーさん、サリーさん、あ、ジャガーさん、サリーさんの花束嬉しいですね。あ、嬉しいです。もういつも気にかけてくれて、昨日、あ、書いたあの漫画。
漫画、そうなんです、あのイラストを描いてくださる方がいて、そんで私さんに、私が木下にコブラをかけてて、はい、で後ろでレフリーの格好をした大使がいるです。そっくりなの。そっくりですよね。そっくり、本当に本当に良かったです。大事に飾らせていただきます。ありがとうございました。ライオネスアスカさんも今年も来てくれて、うん、やはりジャガーさんの人柄ですね。試合に参戦してくれた皆さんもジャガーさんが大好きだというのが伝わってきました。うん、ありがとうございます。男子プロレスも迫力があって最高でした。いや本当にそうなの、みんな頑張ってくれてありがたい、ありがたいですよね。まあとりあえず、はい、私が頑張ってんだから俺たち頑張んなきゃ当たり前と思うんだ、ね。はい、そうですね。もう本当にその通り。ジャガーさんも頑張ってんだから負けちゃいけないってみんな思うんだよ。はい、そうですね。なんだ、廊下でね。はい、なんだっけな、男子の、杉さん、安倍さん、安倍文則、はい、と会ったの、はい、したら頑張ってねって、男子一本だけど、はい、一本一つだけだけどって言ったら、はい、メイン食っちゃいますよって言ったね。今でもメイン本当に食うぐらいのいい試合をしたと聞いております。すごい、うん、ね、私たちの場合は勝ち負けは、うん、関係ないので、うん、関係ないって人の試合は、はい、だけど内容的にはどういうことなのかっていうことがやっぱプロだと、うん、そういうことをすごく考えてしまうんですね、うん、個人は私勝ちたいけどね、はい、勝つんだ、そうですね、絶対勝ちたいです。人の試合の場合はどっちかは負けて勝つんだから、はい、ね、どっちの応援じゃないから、うん、確かに内容がどうかっていうことをやっぱ見るので、はい、そういう意味では本当に男子一本あったんですけど、それも頑張ってくれました。やっぱりね、ストロング、はい、スタイルの、はい、ね、マスター隼人選手が出てくれているんだけど、うん、その、敵で阿部文則先生で、はい、選手出てくれて、うん、あと杉と、はい、あと何浦野だっけな、安浦野さん、はい、選手と4人のタッグやってくれたんですけど、うん、本当にいい試合だったって言ったのが、本当に見とけばよかった。ね、本当ですね。あとゆっくり見ますけど、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱみんな見てるんだよね。はい、ほんと鼻くそもほじれないわ。ほじほじほじ、ね、ありがとうございます。ね、本当ありがとうございます。では、はい、ここでちょっと一回、はい、スポンサーさんをね、はい、紹介したいと思います。田園調布税理士事務所さんですね。代表山内先生です。いつもありがとうございます。ありがとうございます。もちろん経理サービスと確定申告をお願いするんですけれど、こちらの方を見ていただくと分かるように、いろんな講演の仕事もされて本当お忙しい先生なんですよね、うん、久しぶりにこの間ゲストに来ていただいて、ゲストに来たんじゃないんですよ、用事で来たのにゲストに出てくださいって私が言って、はい、急にポーンと出てくれて2回目の出演していただいたんですけど、相変わらず気さくないい先生でした。はい、こちらにね、0120-834-459 0120-834-459 に電話して、いつでもわからないことがあったら聞いていただければと思っております。はい、税理のことですよ。はい、わかんないもんね、難しいこと。わかんないですね。この間でもちょっとなんかいろいろ教えていただいて、うん、ちょっと勉強になりました。本当、ね、先生が来てくださって、やっぱそこはプロだなと思っちゃった。はい、普段ね、説得力ないんで話して。あ、そうなんですか。だけどその専門な分野ってやっぱすごいね。すごいです本当に。ね、山内先生またね、時間がないかもしれないけど遊びに来てください。お願いします。待ってます。はい、そして、もう一方はどれだ、あ、北斗星さんですね。いつもありがとうございます。まあ北斗星さんはね、中古車販売なんですけれど、大型バスもあるんですよ。で、大型バスでよくまあ旅行行ったりももちろんそうなんですけれど、はい、ディアナの選手、地方行く時に選手を乗せて、はい、まあ今度の山形もそうだと思うんです、今週の山形もそうなんですけど、みんな乗せて連れてってくれて、ちゃんと運転手さんをサブでついて、時間がやっぱ長いので、すごいやっぱ安心できますよね。2時間か3時間かで交代しなきゃいけないので、そうですよね、2時間で。だからそういう意味でももう安全ですし、本当に快適なバスの、バス
移動をさせていただいてますので、羨ましいです。本当に素晴らしい、うん、でもたまにはね、あ、でも新幹線で行っちゃいますけど、はい、たまには楽しいよね。楽しいですよね、はい、で快適な大きいバスなんですよ。すごい、2階建てだったと思うんだよね。本当ですか、うん、すごい。なので、うん、ぜひあの、まあ別にバスだけじゃないので軽バンなんですね、こちらには、うん、なのでぜひ、ご相談があれば、ホームページの方にねアクセスしていただけばいいのかな。はい、はい、電話番号は一応 048-699-3958 です。048-699-3958 です。はい、ぜひそうご相談いただければと思います。あ、こんな長々喋っちゃったけど CM が入ってた。あ、そうでした、 CM 忘れたね、はい、CM を取り直した方がいいね、サリと一緒にね。あ、嬉しいです。うん、はい、CM、 うん、軽バンとかが映ってるので、うん、はい、はい、北斗星さんにやってきました。ではカーリース業について説明をお願いします。はい、ありがとうございます。カーリース事業を担当しております藤木と申します。当社はですね、こちらの家には軽の箱番から、普通車まで、車の方のリースの方をやらせていただいております。いや、でも綺麗ですね。そうですね、こちらに新車のよう。そうですね、こちらにあるような新しいお車からラインナップの方を取り揃えておりますので、いろんなものを選んでいただければと思います。こちらの黒いナンバーはですね、はい、あの授業用のナンバーといいまして、お仕事で使われる方はこちらの黒いナンバーを取得するような形になっております。かっこいいですね、黒いナンバーも乗ってみたいわ、私、黒いナンバー。そうですね、よろしければ宇田川さん1台お買い求めいただければと思います。本当に何に使おう、宣伝会でしょう。そうですね、宣伝していただければね。はい、今度はこれ福祉車両ですか。はい、そうです、レンタル。どうしたら、先ほどの軽バンとは別に、車椅子が乗れる車、あとはちょっと足腰が不自由な方が乗れるような車のレンタカーも取り扱っております。こういう車で、ご家族でどこかちょっとお出かけになる時とかのための車なので、よかったらお使いください。こちらは車椅子は入らないんですけれども、はい、ちょっと足が弱い、おじいちゃんばあちゃんとかがステップがついて乗り降りがしやすかったりとか、あの手を持つところがいっぱいあるので、あの乗り降りがすごく安心というか便利。ここに1段ありますからね。これも私も乗りたいわ、これで楽ですね。ちょっと見てみて、ここの手すりも柔らかいし、テープつけてもね、こういう車いいですね。いちいち買ったりするのはなかなか大変ですからね。そうですね、お金がかかりますので、ジャガーさんのご紹介であれば、はい、あのお届けに行きます。いや、届けてくれるそうですよ。はい、北斗星さんに来てね。待ってまーす。カーショップ北斗星さんでは、事業用軽バンのリース事業、そして福祉車両のレンタカー事業、こちらに大注目です。はい、北斗星さんでした。もう、いや、本当にね、はい、この今映って放送っていうか CM をしている間にですね、されて私はこっちでマイクが切れてると思って、はい、なんか近々に趣味で何か言ったとかないって言ったら、一切試合ばっかり、二人とも試合ばっかりないんですよね。試合の予定があって、たまたまですね、団体が違うんですけれど、沖縄が同じ日に行ってるんです。そうなんです、6月30です。6月30。はい、しかも同じ時間なんですよ、沖縄で。自分でそれ、団体が違うんですよ。はい、それ、興味のある方を調べてください。興味のある、いや、出ちゃった。あ、出ちゃった。そう、自分はこっち、うん、こちらに参戦させていただいて、ジャガーさんはオズアカデミーさんの沖縄大会なんですよね。そう、オズアカデミーはないのかな。発表になってますよね。発表になってる。今探してます。はい、本当に大津に私は前回の沖縄も呼んでいただいてね、はい、ね、やっぱ秋の選手とか、はい、沖縄にやっぱ知り合いがたくさんいてね。あ、そうなんですね。うん、もうみんな温かい人ばかりで、温かい国だから心も温かいって感じで、私は昔からね、はい、沖縄か北海道行くのがすごい楽しみだった。あ、自分初めてなんですよ、沖縄で試合するの今回。本当、そうなんです。旅行では2回行ってるんですけど、うん、あ、これです、同じ時間だ。うん、
こんだけ選手出るんですね。ねえ、結構わ若い中堅のね選手たちでしょ、はい、ね。そうですね。じゃ沖縄にいっぱい女子プロレスラーがいるんですね。このねウルチョロねウルチョロね、はい、もうファンの方同時だからやっぱどちらかしか行かれないもんね。いやそうですね。ちょっとでも時間ずれてたら、うん、ねあれでしたね。あのね後から決めた方がちゃんと調べてないんだよねきっとね。そうですよね。どっちとはわからないけど、これ私自分は団体のあれじゃないからあれですけど。はい、本当にこれだけは、うん、しまったってお互い思ってると思う。そうですよね。時間をね、3時間ぐらいずれてれば両見れるからね。はい、うん、いやこれは逆にね、厳しいよね。厳しいですよね。お互いがね、はい、自分たちが主催だとそう思うもんね。いや、はい。結構やばいですよね。本当。はい。いや、どっちが人気あるかな。まあ、私、主催者ないので。そうです。はい。はい、でもなんか嬉しいです。ね、じゃあ、自分もこれなんかちょっと、うん、沖縄なので、うんうん、なんか試合はもちろんなんですけど、うん、なんかいろいろ楽しみたいなって思ってて。でも沖縄のファンもねサリーと初めて会えるって嬉しいと思うよ、はい、あ、うん、沖縄ってやっぱプロレス好きな方いるんですかね。いっぱいね、意外といなそうと思うけど、なんかいなそうな気がする。暑い国だから暑いんだよ。あーなるほど。思える。あのね、沖縄プロレスとかありますもんね。あるもんね。そうですよね、うんうんうん、なんで、やっぱりね暖かい、私の全国を回った、はい、はい、としてはね、暖かい国に行った方がね、こう西の方にね、はい、あのなんで、大阪からこう下に下がってって、はい、暑いのよ、声も出すし。でも東京から上にあって寒い方に行くと、あ、気持ちは喜んでるんだけどちょっと口を閉ざしちゃう人も。あ、そうなんですね。ちょっとなんか照れ屋なのか、やっぱうん、あの人種って言っちゃ言葉悪いんだけど、はい、やっぱお国柄でやつ違うじゃん。違いますね、性格がみんな、はい、なんていうのかな、どっちがいい悪いじゃなくて、なのでちょっとあのおとなしい感じがする。あ、寒い国なんです、ね、寒いから固まる。あ、寒いイコール口も固まる。勝手な私の解釈ですから。はい、ね、なのでまあもう声上げてやっぱりね、うん、応援されるのが大事。そうですね。あとより力が出るので、はい、ぜひ声を上げて、マスク使用じゃなければ大丈夫だと思うので、はい、うん、声を上げて応援していただければと思います、ね、お願いします。本当お互いに頑張ろうね、はい、同じレスラーとして、はい、本当にお互いに頑張りますので、はい、ぜひどちらかに応援いただければと思います。お願いします。でお互いこの中でできれば私の方へ。そうですね、本当、はい、まあそういう気持ちで頑張ります。はい、ぜひお願いします。はい、はい、じゃああれだね、あの試合近畿とかのある試合です、うん、試合はまず明日ジャガーさんと一緒にストロングスタイル。そうだよね、2週間後にはまたこのあの放送があるので。あ、そうですね、あとはまた、はい、あ2週間後だよね。今日が第3だから、そうだね、3週間第3なんで、はい、2週間後。そうだ、2週間後、2週間に1回なので、はい、でもたまにほら3週、あ、5週目の水曜日がある時が、あ、そうですね、すると月に3回になるんですけれど、はい、だいたい月に1回という2週間に1回の放送になっております、はい、いつも応援いただいて、サリーのファンも プラスして、はい、本当にジャガーサリーの頑張りますわ、はい、盛り上がっております。皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ね、嬉しいです。本当にね、はい、大してないあの話の内容がない。内容がないようなので、本当に内容がないよね、はい、あのやっぱりプロレスファンは多いと思うんだけど、はい、うん、プロレス知らない人もいるから。あ、そうですよね。そう思うと確かに他にもなんていうのかな、あの提供できる内容がある方が面白いじゃん、はい、そうですね。なのにプロレスの話になっちゃうんだよ。全部プロレスにつながっちゃってるんですね。2人揃って15からやってるから。そうですね、はい、他のなんか趣味を持つっていうのはできなくない。趣味欲しいですね。でもなんかスポーツとかあって、はい、まあ、あのなんていうかな、ウエイトとか やりに行くのは別として、はい、なんかこう球技とか、うん、競技のあるスポーツってできなくない、うん、できないですね。プロレスやってるから、はい、なんか趣味でテニスとか、あ、そういうのなんかできないんだよね。ゴルフとか。そうゴルフ。そうですよね。でもゴルフ一回行ったんですけど、なんか
全然力強すぎちゃって、なんか全部変なとこに行っちゃってもう疲れちゃって、もういいやと思って、はい、歩くしね。そうなんですよね、はい、私はね、まあ私も、まあ、ゴルフ誘われたりいろいろあったけど、はい、やっぱりね、どうせやるならね、プロになりたくなっちゃうの。あー、なるほど。プロになやるには遅すぎるのよ。あー、しっかりやりたくなっちゃうんですよね。そう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 、極めたくなっちゃうよね。だから中途半端にやるのはいけないと思って、あー、だからスポーツやんたり、だからやらないんですよ、はい、なので残念ながら他の スポーツの趣味もないんだよね。いや、だからやっぱり、うん、これいただいたあのコメント読んだ方がいいよ。あ、コメント読む、うん、すいません、ヒデさんありがとうございます。ありがとうございます。本日2回目ですね。はい、もう本当ありがとうございます。この時間ってなかなかみんな大変だよ。そうですね、ちょうど5時。感謝感激です。感謝です、本当に、うん。あ、じゃあ先ほど初めてコメント読んでいただいてありがとうございます。はあ、ありがとうございます、ヒデさん。ありがとうございます。何回目かなんだよ ね読む、なんですかね、うん、嬉しかったので質問です、はい、明日ジャガーさんはダーカーズとスリーウェイ、うん、サリーさんはタッグマッチでタイガークイ選手と当たりますが、うん、スリーウェイって難しくないですか。すっごい難しいんですよ。またタッグで組みやすい選手や今後組んでみたい選手はいますか。はあ、そうね、スリーウェイはとにかく難しい。スリーウェイは難しいですよね。いや、あの、私はスリーウェイにもタイトルがあってですね、うん、はい、エリザベス選手権というのがあって、うん、40歳以上でスリーウェイの、うん、でシングルで戦うタイトルがあって、散々初代のチャンピオンだったと思うんですけど、うん、今何代目になってんだろう。今ゲーム性が、はい、今ウェーブで年中タイトル待っちゃってるから。あ、広田さんと か、そうですよね、あの辺が取ったり取られたりで何代目って言ったかな、もうすごいですね、十何代目まで。でもめっちゃ盛り上がってますよね、うん、ちょっと何代目っていうのは適当でごめんなさい、十何代目だと思うんだよな、うん、なので結構ゲーム性が高いので、うん、うまいだけじゃダメなんですよ。頭も使い、はい、タイミングもあったり。そうですよね、いや本当に、だから全員が敵なのに、うん、誰かを味方につけたりするんだけど、味方にしている間にその中でもまた戦わなきゃいけないっていうのがあって、うん、裏切り合うというか、やったな、もうあの本当裏切り合って、本当スリーウェイは、いやー、スリーウェイは難しいですね。本当難しいと思います。でも面白いは面白いんですよ、うん、最後どん誰かが勝つんだみたいなのはちょっとあると思います、はい、はい、今度ぜひ見てみてください。ぜひお願いします。あと組みやすい選手、なんか息が合う選手とかっていますか。あのね、組みやすいとかって慣れてるって言えば、うん、今ほらつい最近は尾崎真由美選手と組んでて、あ、そうですね、まあ、お互いキャリアがあるので、なんていうのかな、話し合わなくてもあうんの呼吸で相手がやることが分かるとか、それ最高ですね。よからフォローできるっていうのは、うん、これキャリアあってのことだとは思います。なので、うん、つい最近はペアという言葉を使うとしたら、うん、尾崎選手かもしれませんね。あ、うん、すごい合ってますよね、ジャガーさんと尾崎さん、うん、ここにも8年という差があるんだけどね、キャリアは。そうなんですか、うん、あのね、尾崎は団体が違うけど、はい、多分アジャと同期だと思うんだよね。8年も離れてるんですね。うん、8年8年だかな、8年じゃ、私が辞めたの9年だ、9年かもしれないな。でもすごい、あ、ね、なので本当にね、尾崎も、うん、団体のオズで社長なのに、はい、私と組んだら急に怖いだから、えらい気遣ってくれてかわいそうなぐらい、なるほど、なので気遣わせて申し訳ないなと思うんだけど、私もいい子いい子してあげますそれだけですけど、はい、そうですね、はい、サリバ、自分はやっぱタッグというとあんまシングルプレイヤーの方であんまタッグとかないんです、うん、タッグパートナーとかも特にいないし、覚えてる限りでじゃあ絶対っていうんじゃなくて、はい、この間組んだらすごいやりやすかったとか、やいい戦いができたとか、自分あれで、あのヨシコとアメリカ行く前にタッグ組んでやってたんですけど、ヨシコがやっぱ一番、うん、なんか合ってたなって、こうなんかテンポが合うというか、うん、はい、うん、今カット来てほしいところで来てくれたり、
でも本当に戻ってきてほしいです。本当にね、戻ってきてほしいです。あの休業してますけど本当にいい選手、はい、いや本当に、はい、ね、最初に私に当たったのはストロングで当たった。あ、そうでした。自分とヨシコが組んでジャガーさんと山下で。そうなんだよ、あれの試合が楽しかったよ。すっごいあのストロングスタイルの経営側から褒めていただいてですね、あれ以来ストロングスタイルは女子の試合がいいっていう風に言われて、試合1試合しか組まれなかったものが2試合になり、今は6試合あったら3本ずつ男子と。あ、すごいです。はい、なのですごくあのストロングスタイルも盛り上がっていると思います。はい、ありがとうございます。そんな感じですね。ありがとうございます、ね、見てていただいてありがとうございます、はい、あ、そして木下先生からいただきました。本当に忙しいんだからお前は。お疲れ様です、ジャガーさんお疲れ様、一段と声通らない、昨日の疲れって言ってます本当す、今日ね声がねで途中出なくなったりとかしたのよ、家でも。え、本当ですか。多分ねこう声帯がほら骨いじがいじくってるって言ってんじゃん、それのなんかバランスが悪いのか、声が消えちゃうんだよね喋ってて。本当ですか。うん、大丈夫です。だから全然、いや痛いかゆいはないんだけど出にくいだけ。ああ。だからこれは別に大声出しすぎとかコーラの飲みすぎとかないですから、はい、コーラは美味しいですからね、はい、だからそういう意味では何のあるもんで、あ、木下に寝てる間に踏まれたかもしれない。え、喉潰されましたか。寝てる間に、わかんないの。寝室15メートルくらい離れてるから。はい、あ、そうですね。家が広くて、はい、廊下が長いんだよ。あ、声が聞こえないぐらいに。すごい。呼んでもじゃああんま気づかない。呼ばない。行く、部屋まで行く。はい。で、向こうは入ってこないんだよ、絶対に。なのに、私はドアッと開ける。あ、もう、堂々と。礼儀知らず。礼儀知らず。先生、偉いですね、ちゃんと。勝手に開けたりしない。育ちがいいなお前。ああ、なるほど。混ぜたちが育ち悪いみたい死んだお母さんとお父さんが泣くわよ。泣くはい、そうです ね、うん、コメントは以上です ね、ありがとう。今日も本当コメントでもうすごいです。ほとんど半分以上占めております。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱね、こういうラジオね、インターネット番組をやってますとコメントをいただけると、うん、こういう喋りの下手な二人はですねジャガーさん上手です。でも助かるわけですよ。助かります。本当ありがとうございます。これってやっぱ視聴者が盛り上げてくれる番組だと思ってるんですね、はい、なのでサリボーがサブ MC になって 、はい、より盛り上がって、3年目にして、4年目かな、4年目かな、アズーリ4年目で、ね、4年目だよね、はい、本当につい先にこのアズーリの社長もですね、はい、還暦を、だから私より2つか3つ下なんですよ。おめでとうございます。ああ見えても、ああ見えてドミエンだよ、ドミエンまあちょっと老けてるかな、やっぱ社長というぐらいなんで、落ち着きはないと思うんだよね、黄色とか赤着るから。ああ確かに、今日黄色の花を送っときましたね。本当あの、いいだけもうちょっとだよね、あと2、3日後2日後、2日後ね、本当に高橋秀樹社長おめでとうございます。おめでとうございます、ね、この場をお借りしましておめでとうを言わせていただきます。60過ぎと一年一年が大きいから心して頑張れよって感じですね、はい、はい、ラスト2分です、はい、本当にラスト2分って言うとあっという間なんですけど、あっという間でした、ね、本当今日ねコメントに助けられて、本当に、はい、趣味ないから来ないでさとか言うのがないんだけど、そうなんです。でもさ、はい、それから30代越したぐらいの旬のレッサーってすっごいメイクにあれじゃない、はい、確かにね、何がいいの。あ、メイクいっぱいしても、うん、そうですよ、自分も最近でもブランドは別に気にしてないの、どこが人気とかはないの。あー、でもなんかやっぱあの自分友達の夏っぽい、うん、選手いるんですけど、ね、うんうん、すごい美容とか、うん、あれ詳しいんですよ、うんうん、だから最近自分、うん、興味なかったんですよ、あんまメイクとかに、うん、しろよ今やないですやんだよ。でも最近やっぱすごい興味があって、うん、あの、うん、夏っぽいとよく、うん、あのデパートの化粧品のとこ行って買ったりとかしてます、うん、ほんと、はい、美容に最近結構目覚めてきて、いい、ね、今目覚めて、いつ目覚めんだお前は20代もうちょっとで終わりなんだから。はい、ほんとそうですね、ねえ、ほんと綺麗になりたいです、ね、もっとできちゃうかもよ彼氏
でもサイリングはできないでほしいよね。その気持ちはわかる。うん、はい。あ、そうですね、こちらスポンサーさんを募集しております。これね、一番私紹介、あ、募集しなきゃいけないんですよ。そうですね、サリモのファンの方でもいいです。ぜひお願いします。私のファンの方でもいいです。ぜひこの番組を応援していただける方、よろしくお願いします。こちらに、こちらに、こちらに、はい、メールアドレスあるので よろしくお願いします。読もうと思ったけど横文字だから、これを見て、はい、よろしくお願いします。メールアドレス、メールでお願いいたします。はい、こちらでもいいんだよね、別に、はい、どこでも大丈夫ですね。もうこちらでも大丈夫ですので、はい、ぜひ応援いただければと思っております。これからもね、ジャガーサリーの頑張ります。本当に頑張ります。はい、ね、頑張ります。今日もありがとうございました。ありがとうございます。また再来週お会いします。ありがとうございました。ありがとうございました。